はい、11月の20日月曜日、今日の日経平均株価、まあものすごいあの歴史的なまあ日になりましたね。それこそ33年ぶりの日経平均の高値更新という話で、まあ朝方まあ大騒ぎになりました。今日は日経平均9時25分にですね、33,853円46銭というですね、今年のあのザラバの最高値を更新いたしました。日経平均は6月の19日のザラバ高値が 33,772 円89銭というところで、まあここがですね、まあ一番の高値だったわけなんですけれども、今日はですね、もう朝方からすんなりこれを抜いてしまって、9時25分に抜いたと。で、そこからですね、まあ5場始まって13時2分にですね、まあ、33,352円69銭ということで、高値から見るとですね、500円77銭。ぴったり500円77銭下げて。で、一旦戻りかけたんですが、まあ、また引けにかけて下がって、まあ、結果としては197円安ということで、まあ、新高値更新した後に、まあ、ちょっと低迷したと。まあ、こんなような、まあ、動きになりましたね。これがじゃあだから何なんだっていうことなんですけれど、今日はですね、まあ一番特徴的だったのは、まあ為替の動きです。為替が大きく今日はやっぱり変化してまいりました。今現在16時24分現在で、ドル円の為替は149円の17銭というところですが、今日は148円の69銭ぐらいまでありましてね。で、まあ、今日の、まあ、株式市場はまさに、まあ、それを、まあ、表しているっていうか、まあ、輸出関連株、特に自動車ですね。まあ、今日、軒並み売られました。まあ、もちろんですね、自動車の株がですね、まあ、円安である程度、まあ、利益が増えるってことは、まあ、はっきりしてるわけなんですけれども、だからといってですね、まあ、149円の10銭になると、急に自動車会社のですね、まあ、自動車関連株の決算がむちゃくちゃに悪くなるなんてことはもちろんないんですけどね。ないんですけれども、まあ今日は結構大きく自動車株売られましてですね。まあ、ちょっとびっくりなくらいに、まあ最後売られましたね。で、まあ、上がったセクターは、まあ保険、で、金編の工業、そして銀行。私はずっとこの動画でですね、皆様にこのまま上昇する可能性もあるんだけれども、でも最後にもう一回下落があるかもしれないということを、まあ、ずっと毎日申し上げてきていたわけなんですが、まあ、今週がその答えがおそらく出るだろうというふうにまあ考えているわけですね。で、今日朝一番に高値を更新したわけなので、通常ですとですね、まあ、日経平均が高値更新したと、 あるいはトピックスもですね、2404ポイントまでいって、もちろんトピックスの高値っていうのは9月15日につけた高値なので、これはまだもちろんまだ抜けてはいません。しかし、まあ日経平均はとにかく今年のザラバ高値を大、まあ、大きくというか、まあ100円程度ですね、まあ更新したということで、まあ少なくとも日経平均ベースで今日ザラバで少なくとも高値を更新したっていうのは事実としてあるわけで、で、これは非常に重たい、まあ、重たいっていうのは重要だと思うわけですね。しかし、その後の値動きが、そのザラバの高値から500円下がったということ、これですね、これをどう見るか。で、まあ、私がいつも言ってますように、1月の4日から9月の15日まで、9ヶ月とちょっと上げた相場に対する下落のですね、まあ、日柄ですよね。ですから、通常でしたら、まあ、9ヶ月上げたら、その、まあ、3割、まあ、なんて言いますか、3分の1、まあ、3ヶ月とかですね。それくらい、まあ、調整してもいいのかな、という感じでもあるわけなんですけれども、もし、このまま上昇するんだとしたら、もう、1ヶ月ぐらいで調整が終わったってことになるので、それがちょっとバランスが悪いですね、っていうことは申し上げていました。しかし、まあ、何度も申し上げるように、11月15日現在で日経平均を構成する銘柄によるですね、
EPS っていうのはですね、まあ、2238円というような状態になってきてるわけですから、これに、まあ、PR14、15倍とか16倍とかかけていくとですね、まあ期待値も含めてなんですけれども、まあ、日経平均3万5千円とか3万6千円というのは視野に入ってきているのは事実なので、7月に、まあ、高値を更新した高値だった頃、6月にも高値だった頃に比べて今の方がですね、まあ、EPS が上昇していることによってで、まあ、日経平均株価はむしろ割安になっているというわけですから、決して今日高値更新したことがですね、不思議でも何でもないわけなんですね。いよいよ明日 NVIDIA の決算が発表になります。おそらく日本の市場が開く前に NVIDIA の決算の中身わかると思うんですけれども、まあこれがですね、まあ予想よりいいのか悪いのか、あるいは予想通りなのか、まあ、いずれにしても生成 AI の部分でですね、まあ、アルトマンさんの、まあ、解任の話とかもあったわけですけれどね、しかしながら少なくとも NVIDIA が改装を続ける、今後も改装を続けるであろうことは間違いないので、まあ、今回の決算だけでですね、まあ、NVIDIA がおっしゃるわけじゃなくて、まあ仮に少し進捗が市場の予想よりも少なかったからといって、そしてそのことによって仮に NVIDIA が仮に売られたとしてもですね、それは別に一時的なことだと思います。しかしながらですね、もし市場予測より良かったりした場合にですね、じゃあそこで今日調整した日本のハイテク株、まあ調整したといっても半導体関連はそんなに大きな下落にはなりませんでしたね。まあ割と非常にしっかりした値動きでありました。まあしかしながらですね、明日のこの NVIDIA の決算の後に、まあアドバンテストなんかもどういうふうに動くのか、まあ今日はアドバンテストは73円安ということで、まあ今後の日本の日経平均がまた改めて今日の高値を超えて、そのまま大きな上昇トレンドになっていくのか、あるいは一旦もうちょっとしゃがんで少し日柄調整を進めてからの再度の上昇になるのか、いよいよ明日が天下分け目ということになるのではないかなと、まあ申し上げておりましたが、まあいよいよそれは明日なのかなという感じですね。まあ意味軸も今日 NVIDIA の決算が発表になる、明日発表になる前の今日にですね、日経平均が高値更新したっていうのは、私の感覚では非常に意味が深くてですね、まあこれは良くも悪くも今日がやっぱり一つの大きな転換点になる。転換点っていうのは下がるっていう意味だけ、下がるかもしれないっていう面もありますが、逆に今日高値取って下がった後にまた明日以降それを抜くような勢いが取り戻せるのかどうかという意味も含めて、まあ大きな転換点になるのではないかと、まあいうふうに思っています。今日は高値は更新したんですけれど、まあ売買代金のプライム市場の売買代金は、まあ、3兆6754億2200万円ということで、まあちょっとこう高値を更新したような日の割にはですね、まあまあ午前中9時25分だったってこともあるんですが、ややまあ売買代金からすると、まあ盛り上がりに欠けたかなという感じはございますね。そしてまあ一方で、日経平均とトピックスがまあ最終的には低迷した中で、グロース250指数ですね、これは非常に力強い動きになったわけなんですね。まあ本当になかなかグロース指数はですね、まあ厳しい局面がまあ続いていたわけなんですけれども、非常に力強い指数動きになりました。今日も 2.33% 高、一番高いところで 712.37 で、引けが 710.52 ですから、まあ最高値ではありませんけれども、まあ、ほぼほぼ今日の中でもですね、まあ高値に近いところで、まあ、終わったということで、まあ、相場好きが少し、まあ、変化してきているという感じにも受け止められますね。まあ、いずれにしてもですね、オープン AI の、まあ、アルトマン CEO が、まあ、退任したということ、まあ、事実上の解任ということなんですけれども、まあ、オープン AI に、まあ、投資している投資家たちはですね、もう早速、このアルトマン氏が復帰するようにですね、まあ、いろいろ工作をしているっていうような情報が伝わってはきていますけれども、
これも今週見逃せない、まあ、材料になるのではないかなという気がいたしますね。はい。まあ、明日の、とにかく、この NVIDIA の決算が、まあ、今後の日経平均のですね、道筋をですね、まあ、分けていくのかなという感じがしています。要注目したいと思っています。KIS というですね、オンラインによる投資のサロンの、まあ、メンバーとして私はアドバイザーをやっているわけですが、マーケットが1日終わった後の解説を私やっていたりとかですね、朝一番にですね、マーケットの状況と短期で勝負できる銘柄の、まあ、解説をやったりですね、投資の基本的なことを学べるコンテンツがずらりと並んでいたりとかですね、月額1万1000円ではいいあのサービスをですね、やっているというふうに私はそう、まあ、思っていますが、気に入っていただいたらですね、KIS のサロンの会員になっていただいたらどうかな、まあ、こんなふうにも考えていますので、皆様ぜひこちらの方もご利用いただければ嬉しく思います。